はい、おはようございます。ゆうぶくです。今回この本を紹介してみたいと思います。少年ブック、昭和35年4月号ですね。そこそこの痛みありますけどね。こう背拍子が一部剥げてくる。年代を考えるといい状態の本だと思います。少年ブック、ちょっと中見てみたいと思います。大砲ですね。巨人大砲、卵焼き、大砲ですね。絵物語、金星探検隊、こういうのもあるんですね。あ、絵物語じゃないですね。漫画になってますね。初めて見る作品です。科学名作シリーズ1ってなってます。ブルージェット、フリータック、ブルージェットはアップルボックスので単行本化されてますよ。ホリエタック、シャープのこの絵がいいですよね。開幕近し、張り切る南海、杉浦投手。やっぱり野球ですね。相撲、あ、野村監督ですね。鶴岡、王選手、昭和35年にはもうあれなんですね。王さんはジャイアンツに入団してたんです。昭和35年です。少年ナンバーワン、虫込みで全6巻ぐらいでしたか、出てますね。少年ナンバーワン、関谷久志、初めて撮る少年ブックなんですよ。全く読んだことがないという。ご苦労さん、寺田博さんですね。頑張る大砲、大砲特集ですね。この頃はまだあれなんですね。横綱になってないんですね。横綱大関にもなってます。クリクリ投手、貝塚さんのクリクリ投手です。アップルボックスから刊行されてますけどね、まだ刊行っていうか途中なんですけど、マスコ克実、アポロの騎士、こういう作品もあったんですね。川内康則さんですね。川内後半、どっちが本当のあれなんですか。川内後半、これは川内康則さんなんですね。下山長平、すずめどんぐり、イガグリ君系統の絵ですね。絵物語とかありますね。ネズミの墓は海にある。ネズミの墓は海にある、よくわかんない。こういう絵物語もある。この当時ってやっぱりあれですね、漫画もあるし絵物語もあるし小説っていうんですかね、そういうのもある。やっぱりこういうのを読んで子供の時に知識をつけたっていうことですよね。木山茂、弾丸探偵、こういう作品もあるんですね。
小粒天気、貝塚さんが2作品ですね、クリクリと小粒天気。これもあれですよね、禁断社から全1巻だった本が出てるけど、それ以外は単行本化されてないんですね。小粒天気、今でもやっぱり貝塚さん作品集めてるんでね、ヤフオクでこう見ると貝塚さんがあれば購入するようにはしてるんですけど、やっぱり値段が次に上がるとね、ちょっと途中で折れちゃうんですけど、ね、ヒマラヤてっぺん、これ誰だ、原作者の名前書いてないですね、漫画家の名前、ヒマラヤてっぺん、大友明、天下太平、アレックス、榎本優也、榎本優也さんはこういう感じの漫画描いてたんですね。こういうハズレ、あんま昔の本ですからね、ページの抜けはない、ない、あ、274567、8、あ、2枚やっぱりないです。まあ仕方ないですね、貝塚さんの部分があるんでね、その辺があればいいかなみたいな感じです。やっぱり懐かしいというか、禁断社版っていうのはまあ持ってるんですけど、この雑誌としては自分持ってないんでね、うん、小粒天気いいですね。ただね、正直言えばやっぱり絵下ですよね、下手というか貝塚さんの絵は下手だと思います。栗山栗太郎、でも当時はね、人気作家というか人気のある漫画家だったには違いないと思うんですけど、この続きは別冊付録ってことですからね、別冊付録にもなってますから、これがそうなんですね、別冊付録、ブルージェット、クリクリ、少年ナンバーワン、赤いアルファ、そうですね、この辺がやっぱり人気作品っていうか付録になるぐらいですかね。はい、ということでね、今回少年ブックを紹介してみました、昭和35年ですね、4月号、状態はあまり良くないんですけども、もう60何年だ62年、すごいですね、62年も経った本がこうやって手に入れることができる、まあヤフオクで購入したんですけども、ね、はい、ということで今回は少年ブック昭和35年4月号を紹介しました。はい、よろしくお願いします。